はい、どうも、ネングシューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。はい、どうも、ネングシューターと申します。続きをやってまいりましょう。部下が言うことを聞かない還元というところでですね、前回我々やっとですね、10年かけまして京南を制覇いたしました。これは大きい京南制覇の収穫でございます。次はですね、もう高陵に行くしかない。敵はもう高陵にしかいないわけです。隣接は行くしかないんですが、これは難しいですね。周りの歩かなりの数ありますし、難しい、とにかく難しい。相手は強大、何せ覇食制覇している劉将ですね。しかももう深夜とか取って縁まで取っている、慶長制覇もリーチをかけている、そういう勢力でございますので、いやこれはなかなか難しい。で、劉備がまだですね、しつこく粘って生きている。いやーでもこれはさすがにどうなのこれは兵数すごいし、まあ下手に兵器をこんなに持ってきてるから勝てるかもわかんないですけど、見た目は絶望ですね。この状態でよく劉備は戦っている。この劉備の勢いにも、この息にも応えたいじゃないですか。小勢力でも生きていけるんだというところで考えていくとワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。はい、それでは進めてまいりましょう。高陵からですね、調査に向けて敵が攻めてきちゃいました。敵が攻めてきちゃいました。はい、なので戻りましょう。で、なんとか兵端を切ったりしたい。調査を攻める劉将軍は撤退かな。ちょっと近づいてみましょうか。まあ近づいてちょとっつで引っ掛けても意味ないけど、平坦を切れましたね。まあ倒しておきましょうか。多少兵が吸えるかも。言ってるから兵はもうあんまり困ってないんだよな。実は相変わらず物資が足りないだけなんですよね。お、高陵2万出ましたけど、なんか方向がおかしいな。で、三越をやって右近隊を攻撃に回ります。おー、いいですね。総比と戦ってる。いいぞいいぞいいぞ。なんでこんなに風はこんなにこっちに向いてくるのに物資はないんだ。ご報告いたします。あ、そこか。物資がないから出かけていくのか。お、さらに7000出て、これは救いに出ましたね。おー、全部こっちに持って。おい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 、こっち来すぎ、こっち来すぎ。で、松園突っ込んだな。報告です。やべえ、これは松園やられるか。何でしょうか。かの発見、いいぞ。あー、松園深追いすぎたか。なあ、これは救えない。あー、で、攻めてくるの。これ攻めてくるんだ。いいね。まあ攻めて来させた方がいいですね。ちょっと高陵の兵は出してもらった方がいいけども、輸送が来ますんで、これ永安からもこっちね来ますんで、この輸送がガスガス入る前に高陵は落としておかないといけないという、なんというこの難易度で。劉備すごい、もう痛くも痒くもない。あれぐらいはあんなに兵器持ってきたら逆に倒せると。劉備が強いな。おっと、攻めてきませんね。引きましたね。そうですか、これは攻めてきてはくれないというところですね。報告です。水際作戦か。水際作戦取られたらこっちはもう老戦とかにするしかないんだが、一応猛将までは行ってないですよね。松園が専従開始とか持ってるんで。あ、いいですね。空っぽにして、あ、でも守備を置いてるんだ。守備を置いてさらに北に向かう。いいぞ。で、永安からも兵を出している。この向きはこっちには来ないでしょう、多分。まあ来てもいい、来たっていいんだ。おっと、両方取れた。いいぞいいぞ。あと捕虜は一人ですね。シャエンですね。まあとにかく増えてもらわないと。府に置く人もいない、物資もない。
そして人気がない。やかましいわ。共に行こう。おー、社員も取れた、やった。で、A 案からどうもこちらに来るようですね。武陵に攻めてくる。別にいいですよ、捕らえてやりましょう。あとは、おっと、長藩が死んだ。すごいドキドキする。え、大丈夫？これ関元もなんか釣られていかない？いかないか、釣られ行きはなしか。 A 案から攻めてまいりました。2部隊上陸しましたね。一番左端から上陸して、多分この銃ですね、銃を取ろうとしているんで、これ取られちゃうとですね、私たちまだ濡れてないので下手ね、切れないんですよね。このままこんな感じ切れないんですよ。これちょっと気づくの遅かったですね。さあ、これはどうしてやろうか。なんとか切らないといけなくて、それやってる間にですね、猛角をちょっと抑えなきゃいけないか。おっと、引いていくかな、主教が引いていく。あ、で、ここで包囲占領じゃない、平坦切り取れましたね。やっと取れた。これで問題なく大王は倒せるでしょう。これ大王仲間にしたらでかいぞ。さあ、ここもすっぱり切りました。襲いかかれ。さあ、猛角倒せるのか。言え、反骨人、早く反骨人。なんで一旦目でこれ先鋒出してくんないんだろう。これ、これ 最良の手を打ってほしいよね、これね。これ当然出すっていうのを出してほしいよね。あ、歓迎平坦切れ。ああ、何で捕まるんだ。ああ、歓迎歓迎、平坦切れしたやつに捕まって死んだ。急に来たよ、エンディングが。おい、エンディングが急やろ。歓迎、エンディングが急やろ。いやー、でもね、ここね、なかなか面白い局面だと思うんですよね。劉将が強くて、劉備が一都市で守ってる、で孫権がいて曹丕が強いっていうね、なかなか。あ、さらにあれか、西北にバトンもまだいるんで、面白いシナリオっていうか構図になってるんで、ここでやめるのちょっともったいないと思うんですよね。で、後を継ぐんであればもう漢口しかいないわけですけど、さあ、よくできた弟だったら部下は従うのだろうか。マシな弟に変わったら部下は従うのか。しかしこの弟もちょっとよ、もう危ないぞ。大丈夫か。あー、追いつけないか。あー、で、新手が来てるな。いや、陳のゴホゴホよりも、ケイドウエイゴホゴホよりも、もう還元が行ってしまった。殺されるとはまさか。寿命をちょっと気にしてたんですけどね、ケイナン勢だから。寿命どころかよ、殺されてしまった。おっと、劉備動いた。孫権を攻めるか。いや、やめとけやめとけ、こんなの。こんな硬い岩盤が動くわけないだろう、こんな硬いのが。やめとけやめとけ、無駄死にだ。なんか今度は射台を立てようとしてるんで、これは全力阻止です。そんなやめてほしいです、射台とか。これは普通にもう押しちゃいましょう。3000なんでいけるでしょう。もう君主になった漢口自ら押していきます。倒せるかな。了解、撃破。いいよ、いいぞ、このまま行ってしまえ。捕らえろ捕らえろ、頭いいやつはみんな捕らえろ。闘志撃破。うん、捕らえられない。頭いいやつが欲しい。捕虜1万5000出ましたね。何しに行くんでしょう。屋上か。いや違うな。用法か、用法狙いか。用法引くぞ、これは。さすがに用法引くぞ。ここまでです。お、劉将死んだ。早くね。病死。劉潤が継ぐ。またできた弟が継いでんじゃん、ここも。おい、そりゃまずいな。ただ忠誠は下がっただろ。これ公領から何人か抜けないか、これ。何人かさ、なんでこっちは
義援の忠誠が低いんだよ。なんでこっちは義援が来ない。義援抜かれたら終わりだぞ、もう。どうですか、捕虜ないか。まああってもね、80代以上だもんな。これじゃ取れないな。さて、一か八かになるかもしれませんけど、考慮行ってみましょうか。6万以上は出せるんで、武量調査。物資はなんとか前線遅れてます。今のところ。なんとかあります。これをもってして、全力で考慮を叩く。これで、崩れるかどうかなんですよね。だ、策がね、あんまりないんですよね。もう、どうやって叩くかっていう策がないんですよね、3万相手に。3万対6万で勝てるのかな。ほんと、義援好中頼みになりそうですけど、ここら辺ほんと、言うことを聞いてくれれば、というところですね。楽しくなってまいりました。問題はですね、援軍がなんだこれすごい動いたぞ、おい。なんでわかった完全こっち来るじゃん。なるほど。一回受けないといけない、これは。一旦ちょっと引いてみよう。これなんだ？そんなに完全に読めるわけがないと思うんだけど、さすがに。一旦じゃあ、城の前まで引いて攻めてくるかですね。こっちどうしようかな。こっち前進めるな、でも。こっちが進めるんで、火曜は取っちゃおうかなっていう感じですね。ええやんからさらに1万7000出てくる。これこっち集中してきますね。なるほど。まあ、こっちにいいでしょう。攻めてきてもらって。これ、こっち側の剣を4部隊でいけるんじゃないかな。攻略、攻略だけなら。ちょっといろいろ夢が膨らんできましたけども。敵の動き次第ですね。うわ、渡ってくる。これ全部渡ってくるぞ。これ全力で武量か。すごい兵数だな。待ってろ武量って言ってる。やっぱ武量だ。これを。よし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 。これはいいかもしれない。で、こっちから、かすめ取れるかもしれない。武量じゃない、高領。いけるかな。隣接府がでも、二つ向こう行ってるから、現状一個もないですからね。移動校もさ、そうかそうか。火曜しか取れない。龍順軍、こちらの高領奇襲には、無警戒ですね。これいけるかな？四部隊。柔らかいぞ、でも。高中眼光だし。そして、武量攻撃突入してきましたね。早い。異民族が早い。これはやばいかもしれない。さあ、まず武量ですね。目の前、やってきてます。異民族。ん？で、ここら辺ちょっと動きが、ちょっとクルクルしてますね。後ろ引くかな？微妙だな。後ろ引く動きがありますね。さあ、どう出てくるか。でも、ライドウは突っ込んできそう。ただ、公安があるんで、公安の土地を突っ切るとですね、平坦切れるようになっておりますが、馬鹿正直に言ってくれるか。これね、敵が作っといてくれたこの土塁がなかなかいい感じですよ。おっと、考慮4000出ましたね。戦うのか、こちらと。整列しましたけど、2部隊、もう1部隊か、3部隊か。3部隊考慮に寄ってきてますね。これ、防衛入りますね。全部で1万以上、1万1000ぐらいか。1万1000対4部隊と。まあ、4部隊で平均、どれくらい3万はいるんだけども。これきついんだよな。バフが全然ないんで。ねえ、ほら。蝶々で2000とか行軍あるんで、これちょっと勝てないですね。これは引きましょう。後ろに引きましょう、これは。引いてどこまで追ってくるかわからないですけど。で、まず武量を、跳ね返す。だいぶね、これ、こっち、削られましたわ、兵数。大兵力で。平坦そこそこ切ったりもしてますけどね、これ。かけられましたね、技法ね。シャマカがホイホイ行っちゃった、これ7000。痛いな、これ。
戻ってこれないよこれもう。あと武良はですね、なんとか抜けて平坦切りの方針でやっていきたいですけども、南蛮投手を倒してここ抜けられるかな。よしよしよし、抜けた城を目指してますね。これならば OK でしょう。武良が落ちることはない。で両外が来てますけど、両外だったらこの兵数で勝てるかな、義援で勝てるかどうか。で漢光は日罠を補修だ。でなんとかシャマカに追いつきたい。そして光陵撤退ですね。色が似てるからちょっと見づらいけど、ライドにちょっと劉備が絡まれてる、探幽も蝶々に絡まれてるけど、なんとか倒しましたね。龍拳も参加しました。あ、これ邪魔だな。で、あ、ナイス、義援両替一騎打ち、これはいい、素晴らしいね。さあ言うことを一番聞かない部下、両替をバッサリズババババ倒すことができるのか。エベチコイ飛ばす、さすが義援だ。こんなものよ、あの斧を与えました、義援に私有の斧、分回しですよ。お、これは捉えたね、ナイス。なんとか入れられないかな、両替で。ここはですね、平坦切れてます。ここら辺出しました、軽動営ですね。軽動営で全部モリモリ倒してもらいましょう。で用法はちょっと絡まれそうだったんですけど、門閣にちょっと触られただけで済みましたね。平坦切れるかな、一歩進めないか、一歩進めば平坦切れたところ、門閣はどうするんだろう。こうは目指すのか、まあそれはそれでいいでしょうって感じですね。首都高を取っていく、でこれ救ってあげたい、用法で。劉備がなんかしんがりになっちゃって捕まってますね。やっぱ方円はやっぱりこの逃げるときね、撤退を考えたら方円はちょっと捕まっちゃいますね。これはやられちゃうかな、さすがに相手が7000でバフがあるから捕まらない。 OK です。できましたね。あー、こっちもう猛角がこっち突っ込んできた、嘘だろおい。さて光陵攻め敢行しましたけど、奇襲は失敗ですね。まあヘスあんまり落とすことなく戻れましたけどもね、武良が代わりに攻められたんで、武良はちょっとヘス落としましたね。半分ぐらいまでやられたかな。でこの猛角次第でもうちょっと減るかもしれない。で、あと、こっちにもいるのか。ナンバーまだいますからね。これ、平坦切らないと、ちゃんと仕留められないんで。ここら辺は大兵力でね、一気にやってこられました。あとは、このシャマカを何とか救えないか、間に合うかどうかですね。さあ、それでは次回から、部下が言うことを聞かない、勸玄の弟勸光、シリーズになっていくのでしょうか、どうでしょうか。打ち切ってしまうのでしょうか。今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンをグググググッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃみんな、またこう。